福岡県飯塚市、本町の千鳥屋、本家飯塚本店千鳥屋は1630年、佐賀県で創業したとされる菓子屋の支店として、昭和14年に飯塚市で創業、以降福岡県などで発展した製菓業者グループである。1630年、現在の佐賀市久保田町で創業。創業当時の野郷は、正月堂であり、 長崎にト来していた南蛮菓子の製法をいち早く学び、丸ボーロやカステラを専門に作っていた。昭和になり、当時の店主であった原田正夫は、当時の筑豊丹田で賑わっていた福岡県の飯塚の地に着目、小月堂の支店として、千鳥屋を開いた。1939年には、佐賀の小月堂を閉じ、飯塚の千鳥屋を、千鳥屋の本店とした。 福岡進出の際に考案された千鳥饅頭は丸棒炉に白餡を入れた菓子で、現在まで千鳥屋の中心商品となっており、饅頭の表面に押してある特徴的な千鳥の焼き印が特徴である。1949年には福岡市に進出。その後は関東、関西などに相次いで進出し、現在では全国区の土産菓子として定着している。また、 チドリアの代表的な歌手としては、チロリアンも有名である。戦後復興の中で、飯塚に次いで、福岡に会社を設立していたチドリアによる第一次洋歌詞ブームを起こした。チドリアンは、オーストリアのチロル州に古くから伝わっていた、ロールクッキーをアレンジして作った洋菓子である。チドリア原田邸チドリアは、福岡県飯塚市を拠点に戦前から原田、正夫により、 饅頭の製造販売を行い、1949年に福岡に進出し、1954年に正サが亡くなって、以降は妻の原田つゆが中心となって、事業を拡大し全国で展開してきたが、1995年につゆが没した後は、長男が東京で千鳥屋総本家を、次男が福岡で千鳥饅頭総本島を、三男が大阪。 兵庫で千鳥屋総家を、伊尾が飯塚で千鳥屋本家をそれぞれ経営してきた。四社は千鳥屋など共通商標を有している。現在はグループ中高の祖、亡き原田つゆの子供たちがそれぞれの連分けを受けて全国で商品展開を行っている。いずれも原田家が創業した同族企業ではあるが、四社は別法人としてそれぞれ独立している。 千鳥まんじゅうのブランドイメージに関して4社で大きな違いはないが、取り扱っている商品のラインアップについては、各社でそれぞれ違いが見られる。また、商品のパッケージ、商品内容、味、原材料についても違いが見られる。なお、4社の内千鳥屋総本家は、神戸市に本社を置く G ライオングループ参加となり、原田家は経営権を失っている。 原田つゆの次男、原田光弘が1997年に、千鳥屋ファクトリーの名で創業した会社で後に、社名変更した。福岡県福岡市博多区に、本社、本店を置き、かすや郡新宮町に、工場兼機関店のセントラル店を置く。店舗展開は、福岡市周辺、久留米市、かすが市、大牟田市。 やめし、佐賀県唐津市、沖縄県那覇市などを中心に行われている。原田つゆの逸を原田り一郎が本家を継承し1986年に創業した会社で、福岡県飯塚市に本社飯塚本店を置き、福岡市中央区天神二丁目に新店長福岡本店を置く。店舗展開は、福岡市周辺、北九州市周辺、飯塚市、久留米市、 福津市、山口県下関市などを中心に行われている。菅野店原田つゆの長男、原田義康が1964年に東京に進出して創業した会社で、東京を中心に事業を行っていたが、2016年5月16日、東京地裁に民事再生法の適用を申請。別会社に事業を譲渡し、当社は TV 管理株式会社へ。 称号を変更した後生産された。両校は破産手続きを行い、妻の万歳子と共に、つゆが別荘として使っていた福岡県糸島市に、転居し、マーマレードなどの販売をしている。原田つゆの三男、原田達七郎が1973年に大阪で創業した会社で、関西地区での店舗展開を行っている。兵庫県西宮市に本社を、 大阪市中央区に本店を置く。他の三社にはない、みたらし小餅など、大阪に根付いた、独自商品の割合が高い。また、千鳥まんじゅうは、本千鳥、千鳥まんじゅうという商品名で、チロリアンは、他の千鳥屋系他社と異なり、高級版のプレミアムチロリアンのみを販売している。店舗展開は、兵庫県、大阪府、京都府、奈良県、 和歌山県の五府県にて展開されている。一時代を築いた原田つゆが1995年に亡くなると、つゆの子供たちの間で不動産資産をめぐる争いが勃発し、裁判に発展した。2013年には、次男、三弘の未亡人ウルズラが、一族の複数人が共有する中洲の店舗不動産をめぐり、三弘の兄弟たちを提訴していることが判明。 同物件は2015年に売却金額を不動産の持ち分で分けるという感化競売にかけられた。2016年に関西を拠点とする千鳥安岡が福岡の千鳥万獣荘本舗を相手取り近畿一円での販売差し止めと損害賠償一千万円を求めて大阪地裁に提訴した。これは千鳥万獣荘本舗が二千十一年により近畿地方で 千鳥屋宗家が扱う菓子と同様の商品を安い価格で販売し、千鳥屋宗家では行っていないかり売りをしたことから、それぞれの地域外で競合を避けるという兄弟の合意に反している上、長年築いた高級菓子のイメージが壊されたとして、千鳥屋宗家が訴えたものであったが、互いの事業に口出ししないと兄弟間で合意したに、過ぎず、販売地域の競合を避ける合意がなされたとは、 認められないとして、大阪地裁は2018年にその訴えを退けた。また、2017年には千鳥屋総家が千鳥万獣総本舗に対し商標登録の無効審判請求を起こしたが、裁判所は遺産相続に橋を発する兄弟による私的な問題であり、商標登録に違法性はないとして却下した。ありがとうございます。